皆さんこんにちは、無理やりです。はい、やっと外行ってくれた、こうちゃん。今ね、5時です。今5時です。で、ちょっとね、誤算だったのが、今セブンでネットプリントをしてきたんですよ。で、なぜネットプリントをしてきたかって、今から見せる商品でわかると思うんですけれども、ちょっと私あるものを作ろうと思って、で今日こうちゃんの誕生日なんですね。で誕生日なんですけど、本当は今日渡すはずではなかったんですよ、このものを。で、本当はね、ちょっと温めてちゃんとこう作り上げて、あげたかったんですけど、昨日まさかのこうちゃんの生まれ年1994年なんですよ。で4年の、1月29日 の、 近いワインをね、予約をしておいたら、まさかのなんか売っちゃったって言われて、え？みたいになって、1ヶ月前から予約したんですよ。なんですけど、売っちゃったって言われて、へーってなって、で、プーさんがこうちゃん好きなので、プーさんの形の、ケーキを予約しておいたんですよ、違うお店で。そしたら、プーさんの方がなくてというか、なくなってしまって、なんかわかんないですけど、ミッキーでもいいですかって言われて、でミッキーってなって、いやプーさん好きだからプーさんって言ってんのにミッキーって言われて、でプーさんじゃなくてもミッキーでも形なんとかできると思うんでって言われて、いやでも位置違くないですかっていう話になって、でもそこで私諦めたんです。でたんですけど、もう今日やるしかないなと思ったので、ちょっと例のものを出していきたいと思います。ごめんね、暗いよね、帽子かぶっててちょっとボサボサすぎてさ、あまりにもこうちゃんが外出ていかないから、私すごいもうずっと寝たふりしてて、こうやってずっと寝たふりしててさ、やっと出ててくれたと思う。まあ誕生日なんでね、出ていかせたくなかったんですけど、これを作るためにはちょっとね、多分 1,2 時間で作れないだろうなっていうのがあったので、まあパッパパッと紹介していきますね。まず、はい、これこの間紹介していた風船で、空気入れた状態とかって書いてありますけど、まあこれを、まあ膨らまして、私とこうちゃんみたいな感じで、まあ、どっかにつけとこうかなという感じです。これはね、本当にこれはおまけで、これはハートのなんかペーパー、なんかどっかに吊るそうかなみたいな、まあここら辺ですね、言うて。こっちはリビングなので、あんまり映さないようにしようかなと思います。で、これも、ハートのバルーンになります。はい。で、これはなんか、まあ、適当な感じ。お誕生日おめでとうって書いてあるやつなんですけど、まあ、これですかね。はい。で、クラッカー。クラッカーどこで鳴らそうかな。どうしようかな。真っ暗の中、電気つけてもらって鳴らすか、そこもちょっと考えてるんですけど、ちょっとね、ちょっと分かんないね、難しいね、タイミング、ちょっと見計らいます。でこれなんです。はい、ちょっとぐしゃぐしゃなんですけど、昨日ビレバンであるものを買ってきました。ほんとごめんね、今日暗くて、照明も当ててないからさ、でちょっと忙しすぎちゃって、はい、でちょっと隠してもらって買ってきました。じゃーん、サプライズボックス買ってきました。これをね、ちょっとどんぐらいで作れるかは定かではないですけど、あ、ヘリウムも買いました、ちゃんと。まあどんぐらいで作れるかは分かんないんですけど、とりあえずやれるだけやってみようかなと思います。しかもなんかビレバンの券もらったし、お宝発掘セール特別入場券、どこに入場するのこれ、分かんないんだけど、すごいなんかとりあえず行けるらしいんで行こうかな、ちょっと楽しみで。これペンですね、ペンと、はい、まあなんか似てるんで、いつもの2人に似てるので買ってきました。なんか今最近流行ってるでしょ、この子たち。はい、こんな感じです。で、まあ本当にパパパーっと今から早送りをして作っていきたいなと思います。でこれは印刷してきたものなんですけど、
これさ、さっきバッグの中覗かれてちょっと見られたっぽくて、ちょっとバレたっぽいんですよね。なんでちょっとサプライズになってるか分かんないんですけど、まあまあとりあえず作るだけ作ります。はい、ではここからは容量の問題で早送りすらちょっと微妙な感じなんですけれども、まあ部分的にできたらなと思います。それか、まあ、作ってるところは省いて、もしかしたら出来上がった状態でこうなんか開いたりどんな感じでこんな感じになりましたっていうのは作ろうかなと思います。ちょっと容量が本当になさすぎて、ちょっとね容量ともう時間もないし、容量もこの携帯の容量もないので、ちょっと頑張りたいと思います。頑張っていきます。嫌な予感する。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。マジでなくなった。一本補充分だからか。やったわ。あああああああ。若干声変わってる。若干ね。あ、切ない。嘘でしょ。ヘリウムもう一個買ってくれよかった。まあサプライズボックスがメインだからまあいっか。はい、ということでできました。もう疲れた。もうここはね全然時間かかってないんですけど、はい、こんな感じでプーさんからプレゼントだよということでできました。あギリギリ2時間でできました。ちょっとね作る様子はさすがになんかね、あの2時間でっていうのがちょっとねやばすぎてちょっとねリミットがあったので撮れなかったんですけれども、はい、これからちょっと早送りでこれを流して行きたいと思いますので、普通の方は音楽入れたりとかした方はツイッターに載せようと思っているので見てください。では早送りどうぞ。はい、ということで完成しました。右が窓になってるのが記念日1個目2個目3個目みたいな感じでテレビに出た時とか、いろんなねプリクラ初めて撮った時のとか思い出を詰め込みました。で左が、まあ、いろんな、まあ、旅行行った時のとか写真とかが多めに貼ってあります。で上にプレゼントが1個キーホルダー入れてあって、下に手紙とかメッセージをいっぱい詰め込みました。ちょっと見えにくくてごめんなさい。いかがでしたか。もうなんかねめっちゃ頑張って作ったんですけど、ちょっとね何日かやっぱり考えて作るものなので、これってちょっと2時間で考えて作った割に頑張ったかなと褒めてあげたいいやでも本当にねちょっとね、まあ、ワインだったりケーキだったり本当幸先が悪くて、ちょっとこれから喜んでくれるかが分かんないんですけど、見せたいなと思います。サプライズの方の動画はちょっと長くなってしまうと思うのでラブログの方であげたいと思います。ということで森有でした。バイバイ、また後半でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。森有でした。バイバイ、またね。